皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は歴史が苦手な人はこれができていないというお話をします。テスト前になって歴史の教科書とか主要集を見て一生懸命覚えるんだけど覚えられない、忘れちゃう。これは普通のことです。人間の脳は忘れるようにできているんです。ですから覚えるときにはコツが必要なんです。そのコツを3つお話しします。1つ目のコツは繰り返すこと、ね、繰り返すことです。覚えること、インプットだけの繰り返しだけじゃ、でもね、繰り返しといってもインプットだけじゃこれ問題ができるようにならないんですね。歴史の勉強できるようにならない。なぜかっていうと、理由は実際に問題を解いていないからです。ですからインプットした、つまり覚えたと思ったら実際に問題を解くこと、つまりアウトプットですね、これをやらなきゃダメなんですね。インプットも繰り返すし、アウトプットも繰り返し行わなきゃいけない。アウトプットすることで実際に自分がそれについて理解しているかどうかも分かりますよね。じゃあ割合、インプットとアウトプットの割合ですね。インプット1したらアウトプット3くらいの割合でやると結構覚えられます。では2つ目に移ります。2つ目のコツは知識を整理して数を絞るということです。人間一度に覚えられる情報の数量、これには限界があります。ミラーという研究者は彼の論文の中でその数は7プラスマイナス2個と言っています。ですから覚えるの少ない人で5個、多い人で9個までしか覚えられない、一度に覚えられない、そういうことですね。それ以上覚えようとすると古い情報から順番に頭から抜けていってしまうと、こういうことだそうです。ですから勉強するとき覚える数とその内容について整理しておく必要があります。この数を聞くと、いやそれじゃテスト勉強としてテストまでに覚えるの間に合わない、大丈夫です。3つ目のコツを聞いてください。3つ目は知識はバラバラじゃないってことを覚えておいてください。頭の中で一つ一つの情報がつながってひとまとまりの情報を作っています。バラバラで覚えたこと、これはなかなか思い出しにくいんですね。思い出せない。でもつながりのある情報っていうのは一つの情報からそのつながっている情報を次から次へと連想できるので思い出しやすいんですね。で、脳はひとまとまりになった情報、これをチャンクというんですけど、これを一つの情報と認識するのでチャンクを作って勉強するとたくさんの情報を一度に覚えることができます。例えば5個の情報で1つのチャンクを作ったとするとバラバラで覚えることの5倍ね、覚えることができるんですね。で、このチャンクが5つだったら25の情報を1回の勉強で覚えちゃうということです。今回は歴史が苦手な人はこれができていないということで3つのコツ、繰り返すこと。繰り返すのはね、インプットだけじゃなくて、ね、覚える方だけじゃなくてしっかりアウトプット、問題も解くこと、これを繰り返さなきゃいけないよと。で、インプットよりもアウトプットの量をたくさんにした方が勉強ができるようになるよということ、それが覚えるときにはその内容と数を整理して覚える必要がある。そして最後に情報と情報をくっつけてチャンクを作って勉強すると一度にたくさんのことを覚えられるよ、このようなことをお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。